だって卵割れないんだもん。まだ寝てる。いい、かわいそうだもん。おはようございます。あのさ、せっかくはるかがいるんだからデッサンしよっかなと思うの。うん、私がモデル？へえ、そんなのやったことない。だってお姉ちゃんいつも風景とか物を描いてばかりだもん。このままでやっちゃうの？ダメよ、みんな同じ。はるかも脱ぐのよ。え？聞こえたでしょ、脱ぐの。やだ。絶対的命令よ、ゆいとが脱げって。へえ、そんなの恥ずかしいよ。私幼児体型だし。私は子供です。とにかくいいから水着着てきなさい。どうしても着なきゃダメ？ダメ。じゃあ着替えてくる。ねえお姉ちゃん、もうしんどいよ。モデルは口を聞かないのよ。却下。年下だからって甘やかしてはダメなのよ。べえ。お兄ちゃん、後で見せてね。ユイトの絵、肩がずれてる。足、長くない？はるかはもっと短いよ。むか、お姉ちゃんだって短いじゃん。胸は私の方が大きいもん。デブ。ブス。デブデブ。ブスブス。お兄ちゃん、お姉ちゃん太ってるよね。わーい。むか。お兄ちゃん、見せて見せて。いいよ、お兄ちゃんが描いてくれたんだもん、下手なわけないもん。ちゃんの言ってたこと本当だ。足長いね。もらっていい？じゃあサインして。アルファベットの引き体がいい。
てよ。ダメ。どうしてさ、ケチ。私の絵は高いのよ。あ、わかった。お姉ちゃん失敗したんでしょ。やーい、下手くそ。わーい、下手っぴ下手っぴ。絶対見せてあげない。あ、お姉ちゃん、待ってよ。切られちゃった。なんかね、今日はエンジンがついてるみたい。全然追いつけなかった。朝も早かったし。うん、ごめんね、学校壊しちゃって。見たの。ごめんね。だってそうだもん。お姉ちゃんのせいじゃないよ。きっと私のせいだよ。昨日もお兄ちゃん言ってたじゃん。やっぱり私が来るの変だよ。私本当はここにいちゃいけない気がする。どうして分かってくれないんだろう。思い込んでいるのはお兄ちゃんとお姉ちゃんの方だよ。そんなスポーツないの。卓球でしょ。
言い間違えちゃった。おかしいな。おかしくない。お姉ちゃんには普通。ひどいよ。来年は合宿でどこかの温泉に行きたいな。頑張って下ろしてもらうの。その時にはハルカもうちの学校に入って美術部にいるから、3人で温泉卓球するの。私とハルカがダブルス、ユイトがシングル。去年も約束したじゃない、一緒に美術やるって。だってもう私にはできないから。頑張ったってできないこともあるよ。ごめん。はるか、勉強うまくいってないのかな。でもきっと悪くなかったと思うよ。悪かったらお母さん怒ってるもん。2年連続だからきっと疲れてるんだよ。気にしないで。ちょっと弱気になっただけだから。ここ私の仲間がいるんだね。聞こえるの、悲しい声が。私を探してって。人ってどうして甘い思い出にすがろうとしちゃうんだろう。違うよ、進むのが怖いからだよ。お兄ちゃん、お姉ちゃんのこと好き？うん、聞いておきたいの。いいの、私存在的に変だから。ねえ、私のことなら気にしなくてもいいんだよ。初めて会った時のこと覚えてる？お姉ちゃん臆病だから。お姉ちゃんのこと大切にしてあげてね。
ご主人様、鬼会の準備が整いました。私、鍋見とくね。卵を割っていい？うん、頑張る。あ、やっちゃった。痛っ。あ、やっちゃった痛い。あ、またやっちゃった。や、痛い。あ、やっとうまくいったよ。ん？違うもん。実力だもん。